バットの先、ショート今日は川野。さばいてワンアウトです。いいかなと思いますけどね。バットの先、セカンドゴロ。4、6、1塁を投げられる。もう1球来ました。最後は見逃しの三振です。ランナー、ここもスタート。引っ張って、ここはフェアです。レフト方向、ここは栗山落下点。引っ張ってサードゴロ、中村武也軽快にさばいてスリーから、されている形になりました。ショートゴロから今修正加えている。見逃しの三振、最後まっすぐでした。変化球カーブで打ち取りました。ショートゴロ、スリーアウトです。そのくらいのね、ピッチャーゴロ弾いて落ち着いて拾い直してます。ワンアウトです。打ち上げました。セカンドセンター、ここはセカンド佐藤隆生が勝て、シングル2人で引っ張ります。高く上がってはいますが、ライトは足が止まるか。西川が途中から入っています。ファーストがっちり取った。一塁ベースタッチからセカンド送球、一、二塁間に挟んでいます。セカンド方向からランダウンプレー、キャンプではしっかり練習してきました。はい、本人次第じゃないですかね。打ち取りました。セカンドゴロ、スリーアウトです。イネイの当たり、ポジションサードに変えた陽花はここ警戒でした。マットが折れたか。セカンド小玉、サードの投球、センター方向いい当たりですが、鈴木翔平、ここは落下点でした。平良海馬がグラウンド整備明け、本当に変わらずです。6回も三者凡退で抑えています。